平成24年式のフォルクスワーゲンパサットでございます。 DBA3CCAX ディーラー車でございます。車検がとても嬉しい令和7年4月25日までございます。真っ黒、合ってると思うんですか。紺だったか、いや黒ですね、黒です。当時の仕入れの状況の出品表もちょっと一応確認しますけど、黒ですよね。いや紺かな、いや黒ですよね。すいません、ブルーモーションという TSI になっております。バックカメラもついてます。リアワイパーは外されておりました。はい、買えば普通につくものだと思いますけども。そして後ろのスペースがとても広くなっております。この網の方も今上げてみました。ペットとかが入らないようにするためとか便利なんでしたっけね。2段階でこう引っかかるようになってるんですね。12ボルトこちらにもあります。ミシェランプライマシーのテンパータイヤ、テンパーのそこね、スペアタイヤ、はいございます。色番号これで分かりますかね。LCQX なの。あとで文章か何かで追記したいと思います。これは何も入ってない、説明書とか入れるのにも良さそうですね。運転席のところが助手席が狭いので収納ボックスが、ただこれ長さも478センチ、ここから全部写して大丈夫ですね。478の180の153、1.4 リッターとは思えないぐらい十分な加速も備えております。はい、このように車検の受けた時、うちで継続受けたのは4年前ですかね。この前は、認証工場のガソリンスタンドさんでの記録が残っております。快適に走っております。触れる鱗もないですね。つきそうなのだったんですけど、新車時にコーティングしてあるのは鱗出ないみたいなこと言ってましたけど、なかなか難しいところではありますよね。はい、車体番号のところですね、このようにおります。下桁3桁240で、書類は全部あります。取説から何から、2つ入れるとちょっときついかなっていう収納なんですけども、 USB で音楽も聴けます。 ETC ももちろんついてます。ドライブレコーダーだけですかね、ついてないといえば。スペアキーもついております。タイヤの方もネックストライ、溝も十分ございます。ちょっと泥で雨で汚れてたんですけど、全然いい状態です。大きなへこみとは傷もないですね。禁煙車ではないですね。アイコスとかは捨てたみたいですけど、臭いって感じではないですね。この辺少し接触の跡が残っております。どうですかね、ちょっとテント小さいのはタッチペンでごまかし聞くぐらいのレベルかと思います。全然いいですね。オーナーさんは当時2012年式の車で2015年に保証継承してお乗りいただいておりました。現在は 72,272 キロと、お休みの日も
遠くへ出かける時以外使ってなかったので主に高速道路の使用が多かったんではないでしょうか。後ろのあれも取っちゃったんです。これもついてなかったんですよ、網とか外されてて、ゴルフバッグとか積む時が多かったみたいで使われてなかったの、今装着した感じでございます。ナビの方が型番で見てもらうと古い方になるんでしょうかね。もう CNMW250D ストラーダでございます。音楽も聴けますし、テレビも見れます。 iPod と出てますね、 VTR やら。非常に使いやすいです。鍵はこの入れて押すとプッシュでスタートになるというパターンですね。ブレーキはこのように電気ブレーキ、電気式ブレーキっていうんですかね。あとホールドもついておりますので、走行中に信号待ちの時にブレーキを少し強めに押せば足を上げていても車が止まっていた状態で待機できるという便利なものでございます。アイドルストリップオフのボタンも、ストリップアイドルストップオフのボタンもございます。ということで揃いに揃った1台、まあ7万キロですかね。これから何かメンテナンスするところとかは絶対何もないよという車ではないと思いますけども、走らせていただいて分かりましたのは、非常にクルーズコントロールの反応も良く楽しいお車でございました。大きな問題はないですね。あと ETC の場所はどこでしたっけ。ETC の場所は初心者マークのあれがついてます。もしかしたらご家族の方に乗らせたことがあったんでしょうかね。 ETC どこですかね。あれ自分で ETC で乗ってこっちまで持ってきてるんですけど、多分ここだ、ここです。ここにもう一個あるんですよ、このマークで。それでここに USB があったんで、オーナーさん全く気づかずに一度も使わないまま終わっちゃったそうです。トランスミッターで音楽聴いてたそうです。このようになってます。はい、音楽好きなお客様なのにトランスミッターの周波数じゃ音の限界あったでしょうけどね。もう新しい車乗り換えていただいたので問題はないということでございます。その音と FM このような感じで、はい、じゃあクランプとかも何もございませんし、いい状態です。まあ、オーナー様言ったら なんか致命的な問題とかじゃないんですけど、なんつって、なんかがなんとかで、ディーラーに聞いたら、ああそれはたまには大問題ないですよみたいなことがあったと言ったんですけど、この前も最後に夏新潟の方に走って何百キロも走って戻ってきたけど何も問題なかったですというふうな報告をいただいた後のお車でございます。ご興味あればよろしくお願いします。明治の自動車でした。